はいどうも、マナマンです。今回はウィレ2019マイクラブ、新しいガチャ来たんでちょっと引いていきたいと思います。引いていくのはこちらのスペシャルエージェントの方なんですけど、今作からプレイヤーズオブザウィークっていうのが、注目選手っていうので追加されて、多分リーグ戦だけかな。代表ウィークの時はどうなるんかわからないんですけど、多分ライブアップデートでその週活躍した選手の中から選ばれて出てくるんだと思うんですけど、こちらの11年かなが選ばれてて、ネイマールも当然能力が上がっております。全員が能力上がって、ちょっと色が変わったカードとして出てくる感じになってますね。では早速引いていきましょうか。自分フォワードが全然いないんで、このガチャすごい助かりますね。では早速引いていきましょい。多分無課金の人でも結構いけるんじゃないかな。わあ、金か。金でも強いからいいんですけどね。今フランスでやったんで、ネイマールかムーアッペが欲しかったな。お、左サイドバック補強できたね。あとは黒が出てくれるのを祈るばかり。多分無課金でも毎週ログインしてたら一人ぐらいは引ける仕様なのかなっていう感じはしてるんですけど、さあイタリアに来ちゃったよ。フランスに行ってほしいな。ちょっとこれはちょっとやだな。トップ下か。セントラルもできそうだけど、自分今監督がパリ・サンジェルマンの監督使ってるから、ムバッペかネイマール絶対欲しいとこ。お、来ましたよ、フランス。おい、マジかよ。ガチャ運ないやんけ。これ絶対ダメでしょ。マジか。金3人って。完全にハズレ引いちゃったやん。マジかよ。これはがっくしだぜ。こんなことありますか。とりあえずゲットした選手が入るかどうかだね、スタメンに。いやー、もう完全にネイマールとかゲットできると思ってたんだけどね。さすがに無理でしたね。これセントラルやったら81か。どうなんだろう。多分今週 A やから、使えるっちゃ使えるんですけどね。連携上げて使うって感じかな。いやー、ちょっと左サイドバックは補強できたと言っていいんですけど、フォワードの補強がしたいのにフォワードが出てこないっていうね、まさかの展開で。いやー、神ガチャやと思ってたんですけどね、自分にとっては最悪の結果となってしまいましたね。毎週注目選手のガチャを引いていけば、だいぶ補強できるんじゃないかな、皆さんも。と思いますね。はい、では、今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。